はい、ではここからはね、このソラドレミっていうね、素のペンタトニックスケール、マイナーペンタトニックスケールに音を加えてどんどん色を、つけていきたいと思います。まずブルースで代表的なのがブルーな色ですね。ちょっとエロい音とも言いますけども、ちょっとブルーな音ということで、ブルーノートという音があります。フラット5っていう音なんですが、理論的なことはいいです。とにかくこのソラドレミの周りでブルージーになるのは、まずこの2弦の4フレット、これを5にディ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 なんてやってあげるとブルージーになりますね。もう先ほどグリスアップでこう、ね、使ってましたけども、この4弦の、あ、ごめんなさい、2弦の4フレット、そしてそれと同じ音が3弦の8フレット、本来いつもねミレドラで7フレット押さえてるんですが、その半音上8弾いてあげてもいいし、またはここから戻してもいいし、875って弾いてあげてもエロい感じが出ません。それを半音チョーキングで出してくれても OK です。はい、こんなのでもいいと思います。では次、これが明るい音として使うんですが、3弦の6フレット、普通はね5、7なってますが、この間にあるわけですね。ここに明るくする音があります。マイナーペンタってマイナー中ぐらいですが、暗いんですね。それをディーディーって明るくする音がここにあります。まあ F のコードを想像してもらえばね、ここがない状態とある状態、マイナーとメジャーってことですね。この音を戻した感覚、これが、明るい音の場所、ナチュラルサードって言われますね。あとはメジャーセブンスってね、この4弦の5と7の間、この6ですね。まあ、使い方としてはこのルートから半音を下がってまたルートに戻るみたいなことが、ブルースの中ではよく使われます。または7度と並べて、この 5フレットと並べて5、6、7って言ってもいいですね。ちょっとね切ない感じが出ますね。はい、こんな感じが出ると思います。あともう一個、もう二個か、次は6、ここが5度だったんですね。なんでその前音の6、この7フレット、ちょっとディミューシュ的なワイルドな感じが出たりしますね。アルバート・コリンズっていうね、あのブルースマンなんかよくズッて弾き方をしてますけども、この音を入れるとちょっとディミニッシュっぽくなったりします。それのオクターブ下も OK ですね。このだから4弦の4フレットも OK です。あとはですね、この3弦の4フレット、ここがナインス、ラシドってなる、ここをナインスと言ってちょっとおしゃれになったりします、ね。まあ、おしゃれというかメロディアスになるような雰囲気でしょうかね。この辺が周りで使える音です。ちょっと整理してみましょう。まずこのね、ちょっと色っぽい音が4フレットにありました。8フレットにはあります。またある、はい、と切ない音がこのルートの半音下にある。こんな感じなんですね。またはって上がっても OK です。それと6、怪しい音、明るい音、これが3弦のこの間っこになるわけですね。もう一回いきましょう。バッキンに合わせた方が分かりやすいです。明るい音を入れてます。で、そしてね、あとナイス、ここですね、明るい音ナイスがありますっていう感じでね、このソラドレミの周りにねいっぱい使える音があるわけですよ。これを使ってアドリブをさらに、こう広げていくというか、イメージを広げていくわけです。そして、このブルーノートの半音でチョーキングでもいい、もちろん、この2の音まで0
全音をチョーキングしてもいいんですね。こんな風にね、こんな風にね、レーって弾くだけじゃなくてレーっていう風に、チョーキングなんかも使って、さらに雰囲気を盛り上げていくといいかなと思いますね。半音にすると色っぽい音、本来のレの音。もうそれだけでね、使ってるのはこことこことここだけです。なのに、なかなかいい雰囲気が出てくると思います。なんでここのレの音のチョーキングですね、キーから数えると4番目の音のチョーキング。ここは全部降りる音がブルーノートと呼ばれる音になるので、このまま下がっても面白いですね。チョーキングってなるとね、またいろんな技が出てくるかと思うんですが、こう普通に上げる、上から下ろす、または上げたらすぐカットする です、ね、こうカットするのもかっこいい。またゆっくり上げる、次の拍に合わせてワンツーにワンツーツーのタイミングでワンツーって上げてもいいし、ワンツースリーのタイミングで上げてもいいし、シャッフルでツーって上げてもいいしね。リズムに合わせて上げるポートチョーキングっていうのがありますね。なのでチョーキングはいろんな表情をもうそれだけで出せますから、またチョーキングの話をしだすとそれだけで、ね、30分経ってしまいそうですから、この辺にしときますけども、こんなチョーキングの、ニュアンスもつけてやってみてください。先ほどやったトリル。ってことはハンマーリングですね。OK ですね。プリングも OK。ね、こんなのも OK です。ハンマーリング、プリング、チョーキング。あとはスライドとか、まあ、グリスですね。とか、このスライド。滑らす。こんなのを使ってね、さらに音を飾ってあげると、かっこよくなりますね。やっぱりね、弦楽器の音っていうのはこうタン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 、ただ弾くと ただのタンタンタンって音になってしまいますので、それを飾るように、そうですね、これ大事なビブラートっていう音を揺らしてあげるとかね、そういうことも大事になってきますので、そんなことを踏まえて、少し、バッキングを流しながらこのいろんな音を使ってみたいと思います。